2016年リオデジャネイロオリンピックの陸上競技、男子400メートルリレーは、ブラジルリオデジャネイロのエスタジオオリンピコジョアンアベランジェにおいて、2016年8月18日から8月19日にかけて実施された。ジャマイカチームが37秒27で優勝し、ウサインボルトは2016年リオデジャネイロオリンピックで3個目の金メダルを獲得した。続いて、 日本チームがゴールし、銀メダルを獲得するとともに、アジア新記録37秒60を樹立した。2016年11月、同種目日本代表選手4名は、情報誌 GQ ジャパンが選定する 2016GQ メン n ブザイヤーを受賞。ジャマイカチームは2012年ロンドンオリンピックで36秒84の世界記録を打ち立て、 2015年世界選手権でも37秒36のタイムで優勝を飾るなど安定した強さを見せていた。これに続く存在がアメリカチームでロンドンオリンピックと2015年世界選手権ではいずれもジャマイカに次ぐ2番目にゴールしながらロンドンオリンピックでは後にタイソン A のドーピング違反が発覚し失格2015年世界選手権は バトンパスの不正により失格となっていたが、2015年、世界リレーではジャマイカを抑えて、37秒38のタイムで優勝していた。当大会では、ジャマイカとアメリカのほか、ロンドンオリンピックで銀メダルを獲得したトリニダード・トバゴ、同じく銅メダルのフランス、2015年の世界選手権でメダルを獲得した中国、カナダ。 2016年シーズンの最高記録をマークしていたイギリスが注目チームとして国際陸上競技連盟の公式サイトで紹介された。予選1組では中国が37秒82のアジア新記録を樹立したが続く予選2組に出場した日本が37秒68をマークしさらにアジア記録を更新した。日本は予選をアメリカに次ぐ。 全体2位で通過したものの、アメリカやジャマイカは、予選ではエースを温存しており、決勝でメダルを獲得できるかは、不透明な情勢だった。決勝の第1走者は、3レーンのマイクロジャースと4レーンのアサファ・パウェルの、競り合いになると目され、実際に、両者は、コースターとを切った一方、日本の山形亮太も彼らに食らいつき、他のチームをリードした。 日本チームは山形から飯塚翔太、飯塚から桐生幸州へスムーズにバトンを継ぎ、ジャマイカとアメリカを射程圏内に収め、ボルト目当てに集まった観衆を大いに驚かせた。中国がこれに続き、カナダ、イギリス、トリニダードとバゴが追う展開となった。第4走者には、ジャマイカのウサインボルト、アメリカのトレーボン・ブロメル、日本のケンブリッジ・アスカが控えていた。 ホームストレートでボルトは後続を突き放して回想し、ジャマイカに3大会連続の金メダルをもたらした。ケンブリッジはブロメルの猛追をかわして2着でゴール、ブロメルが3着で、カナダのアンドレ・ドグラスが4着で、ゴールラインを切った。ゴール後、アキレス腱を痛めたブロメルは車椅子で競技場を後にした。ジャマイカ、日本、アメリカのチームは表彰式に臨むため、 女子5000メートルの表彰式の終了を待っていたが、競技場のスコアボードにアメリカの DQ が表示された。第一走者から第二走者へのバトンパスの際に、第二走者のジャスティン・ガトリンが出遅れたことで、ロジャースとの距離が接近しすぎてしまい、テイクオーバーゾーンに入る前に、ガトリンの手にバトンが触れてしまったことが失格の理由であった。 この結果、4位でゴールしたカナダが繰り上げで、銅メダルを獲得した。ジャマイカ、日本、カナダの3チームには、ウクライナの国際オリンピック委員会委員のワレリー、ボルゾフと中国の IAF の評議員のドゥゼイフイから、メダルが授与された。なおこの決勝ではアメリカだけでなく、トリニダード・トバゴも、失格となっている。ジャマイカは3大会連続の金メダルを、 ボルトは3大会連続3個の金メダルを獲得した。ボルトは今回が最後のオリンピック出場であると表明している。過去に何度も世界記録を打ち立てたジャマイカチームにとっては特別なものではなかったが、優勝記録37秒27は歴代4番目のタイムであった。日本は過去に2008年北京オリンピックで銅メダルを獲得しているので、 400メートルリレーで史上2個目のメダルを手にした。オリンピックのトラック種目でのメダル獲得はこれが3個目。決勝記録37秒60は予選でマークしたアジア記録を更新した。この快挙は得意としてきたアンダーハンドパスの改良とバトンパスの際のスタートを切る距離の目安を4分の1足長伸ばすという決勝直前の判断が功を奏したと。 報じられた。AP 通信は日本の銀メダルを決勝で最も驚いた出来事の一つ、またロイター通信も9秒台の選手が一人もいないのに好成績を収めたと日本の活躍を称賛した。カナダは37秒64のカナダ新記録をマークし、同種目では20年ぶりのメダルとなる銅メダルを獲得した。 3番手でゴールしながら、総路ロ違反による失格となった前回大会の、雪辱を果たした。今大会までの各種記録は、以下の通り。時刻はすべてブラジル時間。通過条件、各組上位3着記録上位2着1組2組 WR 世界記録、AR エリア記録 CR 選手権記録グレーン、大会記録 NR 国家記録。 OR オリンピック記録 PB 自己ベスト、SB シーズンベスト WL 世界最高、9順位による通過9記録による通過、DQ 失格 R162.7 不正、スタート R163.3A レーン侵害、R170.7 テイクオーバーゾーン外での、バトンパス出展、IAAF。ありがとうございます。